これから夕飯の買い物へ行ってきます。昨日とは違うスーパーに行ってみようかなと思ってまあスーパーで、ドアイン屋さんもちょっと行けたらいいな。軽く散策しながらいいね。もう昨日超雨降ってたから全く街見る余裕なかったけど、ボーヌに来てるね。来てます、ボーヌ。あの教会もなんかあったな、懐かしい。なんかあのプティバトーみたいなのってなんか日本にもない、なかったっけ。なんか見たことある気がする、プティバトー。おーいや、この広場だね、開けてる。そうだよね、プティバトー、子供服なんです。いや、この本屋も味あるな。そこにワインショップがあるっぽいから行ってみようかな。開いてるかな。もう結構、うわ、なんか目の前ちょっとなんか雨降りそうだな。大丈夫か、あの雲。雨来そうな雲だな。やば、傘持ってきてない。4時半5時前、ここはやってる。こんにちは。いや、薄暗さもある、すごい。オールハウスオールド。あー、でも全部あれか。なんだなんだ、これ値段がついてないのも多いな。すごってか値段がないんだ。あららららららら、アップシャールのアロンデパキ。なるほどね。確かに有名どころもある感じか。すごい。ちょっと選びづらいかな。どうだろう。うん。メスイ、メスボク。今ワイヤーの方から。6時にまたヘイルストーム、やばいのが来るって、雨、嵐みたいなのが。6時今4時45、やばい、これ急ごう。ちょっと、買い物急ぐぞ、これ。これやばい。これやばいね。まあ、ちょっと、散策してる余裕はない。これ雲やばいもん、なんかやばい。ワインショップが、あ、この辺でなんか買ってってもいいけどね。ちょっとメリーゴーランドで回っちゃってる。やばいやばい、S1 ともう昨日と同じ雨が来るってやばくない。あ、でも結構今も外に人がたくさんいらっしゃいますね。テラスはもう結構本当、あ、埋まってるな。みんな楽しんでるね、アペロを楽しんでるね。これいいな。でもみんな、なんかめちゃめちゃ未成年みたいな人が酒飲んでるけど大丈夫海外の方は本当に、うん、やめてちゃう分。でもそっか、お酒の飲める年齢早いんだっけ、こっちは。いや、すごいね、みんな楽しんでるな。店内には人ほぼいないけど、でもみんな外なんだな。いや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 、ここのワイン、もうワイン屋さん、とりあえずワイン屋さん入ろうと思ったけど、カジノのワインで終わるかもしれない今日。やばいやばい、降ってきた降ってきた。やばい、今日も降ってきたな。これやばいな、これ来るな。
うわ楽しんでる暇はな。ここパン屋だ。やばい、めっちゃ降ってくる。やばいんちゃうか。ごめんそう。自分どれあんバケットタディション？バケットタディションってな。はい。パン買えた。バケットを買ったので、もうスーパーに向かうしかない。もうちょっとだ。この大雨で バケットが濡れてシニャシニャになる前に超急いでるからね。この辺のね、もう本当にまっすぐ行ってすぐ右ぐらいの時に東京にあるのが、前来た時に泊まったホテルなんだよね。この辺なの超思い出深い。この辺、わお、久しぶりだね。あ、なんかこの辺すごい懐かしい。ここか、ここか、あれ、ここか、これ行ける、あ、行けるか。風も出てきた。来るぞ。これはヘイルストームが来る。ヘイルストームが、これヘイルストーム来ちゃうよ。あ、もうここにカジノがあるじゃん、目の前にも。看板がある、看板が。よかった、ここだ。よし、あ、来た。あ、カジノが見えた安心感。カジノが見えた安心感がある。いや、本当時間との勝負だ、時間との勝負。いや、降ってきた。これまた来やばい、ヘイルストーム来ちゃうな。あ、これやばいな、これ風がやばい、風が超吹いてきた。やばい、これ風のモフモフ持ってくればよかったな。やばい、あ、こんなとこにランドリーがあるんだ。それどころじゃない。よし、来た、やばい、降ってきた、降ってきたぞ。あー、でも到着した、なんとか。やばい、めっちゃ降ってきた。いや、着いたか、着けた。そしたらとりあえず入るか。 OK。 なんか惣菜系もあるんだ。安い、2ユーロ3ユーロ。さて、ちょっと落ち着いたから何を買いましょうか。あ、あ、食器用洗剤をね、買いたかったね。あ、なんか違う、なんかこういうのなかった、フロッシュみたいな、なんかなかったっけ。なんかちょっと若干違うな、これフランス語になってるだけらしいね。奥さんに教えてもらいました。今上に超雨の音してる、バチバチバチって、本当に間一髪。食器用洗剤、持ち運びしやすくよく落ちそうなやつ、どれがいいかな。やっぱフロッシュ高いね、やっぱね。これはやっぱ高いんだ。カエル違くない、これ。ここばっかこだわる。まあ大体はこのスタイルなのか。安っ、 1.69 だって。あのカジノブランドなんだ、ここのブランドがあるんだ。これ、いや、でもこれにしましょう。調味料系も買いたかったから、ちょうどこういうところがいいんじゃないのかな。オイルとかはどこだ。あ、この辺か。いや違うか、あ、ここは美容コーナーか。あ、ここ美容コーナーだ。美容コーナーで、まだまだ奥が結構ある。あ、バター売ってる、また。チーズだった。
バターこっちだった。すごい。やばい、この数。選びたい放題じゃん。プレジデントよく見るやつ。うわ、なんかこの辺のうまそうだな。この辺の買ってけばよかった、昨日。リドルブランドみたいな、リドルのやつじゃなくて、この辺の買えばよかったかな。いや、うまそうよね。なんか、ここのとかすごいうまそう。なんか、雰囲気持ってる。感じる雰囲気。あ、このとかね。雰囲気を感じるね。あ、ヨーグルトもいっぱいある。ヨーグルト今あるからいいか。したら、アジアンコーナーかな、こう。シーフード、シーフードじゃない、シーフードか。カップヌードルとあって。あ、キッコーマンのソイソース、高いね。オーナチュラル、オーナチュレル。これ安い。とりあえず分かんないから。オリーブがすごい売ってる。オイルゲット。こっちのが濃縮されてるのかな。ランポーネだから、なんかラズベリー使ってんのかな。豆類すごい。なんかこれなんだろう。セロリーノ、いや、わかんないな。なんだこれ、インゲン。お茶類。ディスカウントコーナーだ。でもなんかこういうのってみんなあまりフランスの人はあれかな、行かないのかな。全然人こっち来ないもんね。値引き発見しましたよ。行っちゃいますよ。すごい、生ハムがある。ワインコーナーですね、これまた。あ、ブルゴーニュはやっぱりちゃんと置いてるね、カズイノさんは。あー、でもまあ、なんかもうリドルに慣れちゃってるからさ。ニコラポテルのマコンとかあるんだ。リドルに慣れちゃったからなんかちょっと高く感じるな。オーシャンとリドルで育った俺には高く感じるな。ニコラポテルが多いんだな。あ、ブーズロンバール。ああ、ブーズロン意外と多いな。ロンブーズロン、ブーズロン、ジブリーとかサンベラン。まあそうね、そういったところがある。中心地域よりかは少し。あ、とかジブリーよく見るな、 こっちだと。結構なんかこっちはかなりやっぱり低価格帯の、まあ低価格帯って結構するけどの一つなのかなね。まあ、普通にジュラもあるけど、マリゴテあるね。あ、お、うわ、こっちはこっちはまたすごいな。こ、いや、あ、こっちも結構やっぱ、あ、ブルゴーニュ、ここもすごいな。これも結構あるね。これあるわ。
ただ知らない作り手ばっかだね、やっぱね。ウーズロン多いね。ウーズロン、リュリー、シャロネーズだね。すごい、シャロネーズが多いのか。ジブリ、本当に。とアワ、アワ、他の地域、その他の地域みたいな感じかな。その他の地域あるね、結構あるね。ジゴンダス、でもやっぱ全体的に少し高めなんだね。あ、まあこの辺は5ユーロとかあるけど。なるほどね。まあブルゴーニュはそんな安くはできないからね、さすがに。こういうところでオスピストボーン売ってるわけか、すごい。ブシャールとかね、ブシャールのオスピストボーンの格好。あ、どこは違うか。あ、ルイジャド、なるほど。じゃあリカールも多い。あわ、ロゼはやっぱ多いんだな。このロゼの多さはすごいね。マグナムコーナー、すごい。普通にマグナム売ってるっていうの面白いね。あ、こういうなんかあるんだね、カタログ的な。なるほど。さて今日はどうしようかな。こっちは結構やっぱいい村がいいやつとかが多いのかな。ジブリプルミエクーで 6.5 ってどういうこと。え、合ってんのこれ、合ってんのかな。これはこっちだよね。え、これ本当に合ってんの。あ、どうなんだ。この辺はなんかカジノセレクションみたいな感じなのかな。パスグラ、この辺もありだな。てかさ、ブルゴーニュガメイなんて OC あるんだ。知らんかったんだけど、ブルゴーニュガメイなんてあんの。ブルゴーニュエピヌイユって何。やばいやばい、もう気になりすぎちゃった。やばい、でもこれめっちゃ売れてる感じがするから、このパスぐらいにしようかな。ドメーヌ・サン・ジェルマン・ブルゴーニュ、そうだよね、これだよね。じゃあワインは今日はこれにしましょう。
このチーズコーナーで何か調達しようかな。なんだこれ、とろっとする系かな。ウォッシュはね、そんなにちょっと一気に食べられないから、ウォッシュちょっと置いちゃったりして匂いがきつくなったりすると怖いから。あ、なんかこれは、あ、これなんか美味しそう。これシェーブルなのかな。あ、シェーブルだね。美味しそう。何これ。でもここはのすごいちっちゃいカットのサイズがあるからいいね。うん、これちょっとでもあれだな、匂いが強そうで。あ、この辺もいいね。あ、いい。え、これなんてだって 2.99。 これなんだ、エメンタールだ。エメンタール、エメンタールとかいいね。あ、でブリーガンじゃん。ブリーガン、あ、ブリ安い。あ、ブリ安いこの量で、この量で 2.64。 うわ、いいんじゃない。ブリー行ってみようかな。フランスでブリーなんて食べたことないから。こっちの方が少し熟成してんだ。なるほど、こっちにするか。よし、こんなもんかな。上がったね。雨上がってね、よかったね。これ本当に食らってたらやばかったね。本当に最近というかここ数日はこういうのがあるんだね。移動は大丈夫かなっていうところもやっぱ心配だけど、今日行ったね、あのグラントのティエリーさんはあのまあまあ大丈夫だったっていう、ある程度あのくらいは大丈夫って言ってたけど、本当にね怖いよね、自然現象はどうなるかわからんっていうところ怖いです。これからお店開けるのか、今6時だからもうそろそろオープン。あ、まだここはまだ休みか。この辺はなんかいいレストランが多くありそうなエリアだね。車通りも結構激しい。この時間ぐらいから活動するのかな。なんとなくはもう慣れた感じはしたけど、やっぱり6時でこの明るさはすごいね。買ったパン屋だ、オートレエピス、オートレゼピス、ここはレストランか。なんかここすぐ観光客向けのレストランっぽいな。あ、フロマージュでジュラ、わあフロマージュ、あここすごいチーズ屋さんで、うわ、あなんかいろいろ売ってる。あ、ここなんか入った記憶あんな。なるほどね、いい街だね、いい街だね、本当にいい街だよ。雰囲気いいな。ワイン屋も行きたかったが、今日は、まあ、いい雰囲気のいい店いっぱいあんな。なんだここすごい、ここ通ったもんね、さっき。ここはみんな外で飲んでんだな。なんだろう、観光客向けなのかな。うわ、人が多い、この辺やばいな。タバコやばい、タバコと香水の香りがやばい、この辺。おい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 、パドン、パドン、
すごいな、みんなノリノリだな。うわ、しかも晴れてきた、晴れてきた、暑い、今度は暑くなってきた。大雨だったのにさっきは。きれいめ店、きれいめな店、ミシュランを取ってらっしゃる。あ、公衆トイレあんの、これ。あ、なんかおばちゃんがいた。あ、ニコラがあるね、あそこに。ニコラ、ワインショップ。あ、ここやっぱ開けててすごいいいな。いいね、オスピストボーニョか、この辺いいな。ワインショップも結構あるから、また今度巡ろう。スーパーとパン屋で買ってきました。で、こっちのワインはユキオトワインでやります。このバケットはパン屋さんね。これ 2,3 日は持つんじゃないの。スーパーで買ってきたアイスで今日は締めます。ご飯も食べちゃった。ん結構ね、これシャーベットじゃないよね、氷だよね、結露してんだ。なんてこったい。ピスタチオバニラ買った冷凍されてるね。よいしょ。あ、でもピスタチオすごいある。いただきます。海外のアイスの味がする。